ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。流行ってますね。流行ってますね、はいはい、感染拡大防止の取り組みとして、はいはい、本当はマスクしたいところなんですけれども、ちょっと今回車両紹介ということで、うん、ちょっとマスクなしでお届けはするんですけれども、はい、一応ボンド東京の方普段は全員マスク着用と、はい、あとアルコールでの除菌、うん、はいはい、だと皆さん多分気になるところである車の方ですね、うん、はい、は基本的にこの車の前に全部クリーニングと、そうですね、はい、除菌と、はい、除菌としております。対応させていただいてますので、はいはい、というわけでちょっとマスクなしでお届けしますけれども、はいはい、で今回ご紹介するお車がこちら、はいはい、またマカンですね、はい、マカンでございます、はい、ただちょっと今回の車グレードがちょっと違うのと、そうですね、前回ものすごくカスタマイズした車から、うん、今回こちらノーマルってことです。はい、ちょっとその辺の違いなんかも見ていきたいなっていう感じでございます。はい、でまずこれボディカラーはこれなんかすごくかっこいい、うん、そうですね、感じですけど、アゲートグレーという、はいはい、オプションのメタリックカラーになってます。割と珍しいですよね。僕初めて見ました。そうですか、はい、意外と、はい、ケイマンとボクスター、はい、まあ、911系もそうなんですけど、はい、少ない、当然少ないんですけど、はい、結構人気ありますよ。なるほど。おそらくですけど、はい、私新車で車買うほどお金ないので、はい、あれですけど、はい、カタログで見て、はい、この色見本で買いにくい色だと思うんですよ。ただ現象を見るとやっぱりポルシェ好きな方はこの色絶対好きなんで、はい、じゃあもうマカンだけじゃなくて普通の911シリーズとかでも割とどちらも人気がある、はい、そうですね、はい、色の、はい、イメージとしてはマイナーな感じがするんですけど、はい、白黒に比べて、でも絶対的に人気あります。あ、なるほど、はい、かっこいいですよね。めちゃくちゃ間違いないですね、はいはい、で今回のお車グレードは GTS ということで、はい、はい、そうです、はい、マカン S とターボの、うん、そうですね、ちょうど中間の中間と考えていただいて、はいはい、で装備なんかもちょっとこう、うん、ちょうど中間な感じ。そうですね、はいはい、S よりも標準装備が増えていて、はい、まあ、オプションの内容はターボよりもちょっと違うみたいな、はいはいはい、まあ、標準でもターボの方が当然トップグレードなんで、はい、内容違うんですけど、なるほど、まあ、そんな感じになってますね。で俺エクステリア的にはこれ、うん、大きな違いとかってあるんですか。普通のモデルに比べると、はい、どちらかというとターボモデルよりといったらいいんですかね。ターボ的なルックスになってるんですね。そうです。なるほど。あとは、はい、GTS というグレード全てそうなんですけど、はい、他にポルシェとしての、はい、車種ありますよね、はい、カイエンとか、はい、他のグレード、はい、911系、はい、GTS は基本的には、ターボの外側っていうんですかね、はいはいはい、に近い状態の、はい、基本はノンターボ。なるほど。しかしマカンの場合は、はい、全部ターボ。そう、はい、でもそうなんです、そこから始まってるんですけど、はい、しかし、はい、他の車も、はい、今ポルシェはダウンサイジングターボを採用しているので、もともと GTS は、はい、ノンターボのターボの側みたいなイメージだったんですよ、はい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 、なんですけど今はダウンサイジングターボなんで、はい、例えばマカオンで言えば今言ってしまいますけどターボは3600、はい、で S は3000、 3リッターなんですよね。そうです、はい、で、GTS も、はい、NA から派生している S の派生モデルなので、はい、3リッターのターボ。あー、なるほど、はい、なので S よりも20馬力ぐらいアップしてて、はい、トルクも若干アップしてると、なるほど、はい、という一応ターボを除いた他グレードの一番のスポーツモデルという位置づけですか。じゃターボからこう下ろしてきたんじゃなくて、うん、こう下から持ってきた、もうそんなイメージですね、はい、どちらかというと、はい、だから3リッターのターボで、うん、馬力も20馬力ぐらいでしたよね。そう、20馬力アップだと思います、ね、確か、はいはい、なんかインテークとエキゾーストの見直しと、ね、はい、あとなんかブーストアーツちょっと調整して、そうですね、コンピューターのリセッティングですね。なるほど、はい、じゃあもう外観はちょっとターボに近い、うん、ほぼ近いですね、はい、でこれオプション の, あのヘッドライト、そうなんですよ、はい、LED の、はいはい、PDLS 付き LED ヘッドライト、これオプションです。なんかハイビームで受けるやつでしたっけ。そうです、そうですよね、はいはい、であとはこの4つっていうんですかね、はい、これ周りのデイライトというかポジションランプ、はいはいはい、が特徴的です。標準の GTS の場合は、はい、キセノンの、はい、この同じようにブラックインナーが標準装備です、はい、なるほど、はい、じゃあこうもう前回り見ただけで、あ、ちょっといいヘッドライトついてるなとか、うん、もうちょっとターボに近いルックスだなっていうんで、そうですね、分かる方にはもう一目瞭然です。なるほど、はい、そんな前回りですね、うん、はい、で横に回っていくとこれホイールも、はい、はい、ちょっと特徴的なホイールですけれども、そうですね、はい、20インチの、はい、RS スパイダーというオプションホイールなんですが、はい、GTS はこの、
オプション他のグレードオプションですけど、はい、これを標準装備してます。なるほど。でブラックペイントされてる、はい、これも標準です。でもっとオプションで大きくすることもできるんですよね。可能ですね、はい、だからもうここからスタートっていう。そうです、はい、もう純正でなんかかっこいいですよね。もうまんまかっこいいですよね、はい、うん、でブレーキもなんかターボ譲りのちょっと大きいローターが。そうです、そうですよね、はい、はい、その通りです。今回も勉強してきたんです。おー素晴らしい、はい、なんで本当にターボにちょっと近い感じの。そうですね、はい、で横結構これ特徴的ですね、うん、はい、ここのパネルですね、はいはい、このボディ同色ですね。そうです、はいはい、ボディ同色を選べたり、はい、あとそのカーボンルックだったりとか、はい、何種類か、うん、新車の時のオプションで存在してます、はい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 、黒いのとかもありますよ、ね、あります、はいはい、なるほど、うん、でロゴが入って今回の車はボディ同色になってると。そうです、はいはい、あとドアミラーもこれは標準のタイプです、はい、まあ、ちょっとなかなかお目にかかることないんですけど、はい、スポーツデザインのドアミラーもあります。日本足のやつです。あ、そうです。ここはもうくり抜かれてる感じのイメージですね。日本足で。最近名古屋店の動画で、はい、名古屋店ありました。ありました。あ、そうですか、はい。あれもかっこいいですよね、はい、うん。で、あとはこの辺も塗ったりなんかもできるんですよね。そうです。はい。はい、その辺も。これ窓枠黒いのもあれですか。う、うん、はい、あのこれは GTS 標準ですね。あ、そうなんですか、ね。はい、うん。もうすごく締まって見えますよね。あのイメージ違いますよね、はいはい、メッキのパーツが本当に少ないんで、うん、はい、かなり引き締まった印象です、うん、はい、で後ろに行くと、はい、まあ、後ろは変わらずな感じですか。でもこの辺が黒いエンブレムになってるのと、はい、あとは標準の、はい、マカンダと、はい、マカンダとオプションなんですけど、はい、こちら GTS なので、はい、こちらがこのティンテッド、ちょっと黒っぽいテールランプになってるってことですね。はい、標準のものと若干違ってます。GTS は専用として最初からついてます。ついた時もかっこいいと思いますよ、うん、もうなんか塗る必要もないっていう。そうですね、はい、はい、うん、そしてこれマフラーとかもなんか、はい、はい、そうですね、ちょっとこの辺も、はい、高級感ある感じですけど、はい、はい、クロームのブラックになってます。スポーツエキゾーストになってると。ブラッククロームなんですね。そうですね、ブラッククロームですね、はい、なるほど、はい、こんな感じでしょうか、外観は。そんな感じですね、はい、はい、ノーマルだけどもう全然かっこいいですね、うん、いや、かっこいいと思います。なんかこう、はい、ちょっとこうカスタマイズ、はい、なんていうんですか、でちょっとだけ手加えた感じの雰囲気ですよね、はい、もうすでにすごくかっこいいですね、うん、することがなくなっちゃうぐらい、ね、はい、もうこのまま乗ってもいいし、あと車高もなんかちょっと普通の標準モデルより下がってるんですよね、うん、下がってます、はい、本当になんかもうすることがない。そうですね、はい、欲を言えばもうちょっとタイフル出したりだとか、出したいですね、はい、うん、タイフル変えたりだとか、はい、それぐらいでなんかめちゃくちゃかっこよくなりそうな、うん、はい、そんな感じです、はいはい、であとは内装ですよね。そうですね、はい、内装です。以前もお話しした通り、はい、ポルシェはやっぱりオプションが非常に重要ってことで、はいはい、まあ、グレードよりオプションのその、うん、内容ですね、はい、内容で選んでいただいた方が、はい、充実してるってことなので、ちょっと内装をこの後見てみたいと思います、はい、で中はなんとついてるんですよね。そうなんですよ、エントリー&ドライブが、はい、これもついてます。これどうなんですか、意外に少ないんですか、うん、答え少ないんですよ意外と。そうなんですか。そう、なるほど。で今時って思っちゃうじゃないですか、ね、結構国産車なんかだともう当たり前に、当たり前にキーフリーですからね、はい、これじゃだと意外にこのエントリー&ドライブが、はい、そして中がこんな感じで、うわ中渋いっすね、すごく、はい、めちゃくちゃ渋い内装です。これな、え、黒なんですか、グレーなんですか。いや、グレーちょっとなんか焦げ茶っぽくも見えます ね、 ね、なるほど、うん、でステッチもなんかこうちょっとこ う、 そう同色系のステッチでですね、はい、あんまりこう際立った感じじゃなくて、そう、濃いめのグレーというんですかね、はいはいはい、はい、でトーンが一緒です。パネルもこれカーボンになってるんですね。そうです、オプションのカーボンパッインテリアパッケージですね。なるほど、はい、いやなんかもうすごくイメージ合ってますね、外観のイメージと。合ってますよね、はい、はい、黒とこの、うん、合わせた感じが SUV なのにスポーツカーの要素がすごく、はい、まあ、ポルシェらしいですよね、はいはい、うん、で僕、あ、そうだ、ちょっと戻っちゃいますけど、今更かもしれないですけど、はい、マカンって前後でタイヤサイズが違うんですよね。違います、はいはい、それって SUV にしては結構珍しいというか、ね、珍しいですね。ですよね、はい、だからそれぐらいなんかこうスポーツに振った、そうです、 SUV なんですよね、はい、はい、だからベースがなんか Q5 だからって結構言われるんですけど、うん、はい、Q5 って投資ですよね。そうです、投資です。なんですけどマカンだと前後で異サイズというか、はい、はい、後ろがちゃんと太い、もうスポーツカーみたいな組み合わせでタイヤが履かれてるって、はい、はい、で中もしっかりなんかちょっとスポーツカーチックな、うん、はい、内装になってるって、うん、でエントリー&ドライブなんでこれがついてるっていう、はい、はい、持ってるだけで、まあ、オンにできるってやつですね。そうです、はい、でシートは標準のシートですね。そうです、シートは標準です、
なるほど、はい、じゃあ前回ご紹介したターボみたいにこう、うん、オプション本当にもう満載で、うん、もう全部ついてますっていうよりかはなんかポイントを抑えて、はい、そうですね、はい、必要なものがついてるって感じですかね。そうです、はい、ちょっと乗ってみていいでしょうか。はい、どうぞ、はい、これスカーフプレートもなんか GTS って入っててかっこいいですね、はい、あ、これヘッドレストも GTS って入ってる、入ってますね、はいはい、すごいかっこいい。これもなんかいいですね、あえてこう目立たない感じの、なんかいいですね、はい、なんかちょっと奇抜な色とかにしちゃうんじゃなくって、はい、うん、はい、ちょっとシックな感じの、そうですね、はい、こことここのステッチ、はいはいはい、イメージが乗ってみたいと思います。どうぞ。よいしょ。いや、いいんじゃないでしょうか。仲いいっすね、これ。いいですよね。はい、渋い、うん、はい。落ち着く感じです。こっちもカーボンが入ってて、はい、うん、ダッシュはやっぱり全部レザーなんですね。そうです。はい、でスポーツクロノがついてて、そしてこの辺は割と充実してる感じですね。うん、そうです。はい、で一応、はい、ポルシェなんで、はい、あのシートヒーター、はい、ポッとついてますけど、これもオプションです。はい、あ、なるほど。はい、あとは、はい、スポーツクロノ、あ、ごめんなさい、スポーツエキゾースト、ースト、はい、はい、がついてますね。なんか欲しいのはなんか全部ついてる感じですね。そうです、はい、うん、この辺全部充実してる感じです。はい、はい、でちょっと器用にして、うん、これメーターとかは普通の黒いやつなんですね。そうです、はい、これもオプションでなんか赤く色は選べますね。はい、はい、まあ、この辺は好みなんで、うん、はい、なるほど。そしてまあこの辺はもうスイッチ類は全部前回ご紹介した通りですよね。そうですね、共通です、はい、そして今回のお車はなんとカープレイが、はい、まあ、今回のお車っていうかこのマカンが、そうですね、はい、このナビだとカープレイが使えるっていう、はい、そうです、はい、うん、カープレイが使えると Google マップとか、はい、はい、iPhone のデフォルトのマップとか、そうですね、はい、あとハンズフリー、まあ、あとオーディオ関係、はい、とにかくメディアが何ももう、うん、携帯がそのまま使えるんで何も困らないっていう、うん、いいっすね。ね、もうナビの更新もしなくていいですしね。そうなんですよ、はい、一番いいですよね、それが、はいはい、なんか古くなっちゃったとか更新いくらかかりますとかないですからね、はい、うん、もういつも使い慣れたので使えると、はいはい、でその辺のメディア関係つながりでいくと今回の車はなんとレーダーと、うん、はいはい、ドラレコと、ド、はいはい、後からつけたいものが両方ついてると、うん、はい、ポイント押さえてますね。押さえてます、間違いないですすごい、はい、いやもう買ってそのまま乗り出せる感じじゃないですか。はい、本当そうですね、はい、あと前回ちょっと違うのはこっちにここに CD のスロットルと SD と、うん、あと SIM が刺さるんですね。そうなんです。なるほど、はい、デフォルトのやつでもなんか Google マップが使える、うん、はい、使える、なるほど、はい、そんなのがついてます。そうです、はい、そんな感じでしょうか。こんな感じですかね。で天井なんかは、うん、バイザーはこれは合皮だと思います ね、 すね、はい、はい、うん、でこのピラーと天井はこの黒い、うん、はいはい、モケットというか、そうですね、布で黒ではないですね。黒じゃないですかね、はい、多分これもチャコール的な全体にインテリアに合わせてある、ちょっとグレーっぽい感じですか、ね、そうですね。なるほど、はい、いいですね。なんか車内すごく締まって見えます、うん、はい、ペダルとかってこれもオプションだったりするんですか。なんかちょっと寂しいなと思って。あ、そうなんです。あ、そうなんですか。ペダルが、はい、いろいろ調べたんですよ私も、はいはい、そしたら純正で、はい、オプションのアルミペダルっていうのがなかったんですよ、残念なことに。え、どういうことですか。じゃあそれが標準ペダル、標準で、あ、もう GTS だともう売れなくれってことですか。全てのグレードがそうみたいな。え、本当ですか。はい、だからマカンってこんな感じの寂しいやつでしょ。そうなんですよ。へえ、なんかちょっとカイエンは全然違うんですけどね。あ、そうなんですか。はい、へえ、うん、ちょっとなんか社外とかでちょっとアルミにしたい感じですね。そうですね、はい、ちょっと寂しい感じです、うん、ちょっと調べたら車外で何種類か出てたんで、はい、あ、そうなんですか、はい、アルミにもできます。なるほど、はい、ちょっとしときたいですね、うん、寂しい感じです。でシートは前回18ウェイでしたっけ。そうです、はい、これがこれはノーマルのシートなんで、8ウェイですか。4ウェイ、8ウェイなのかな、うん、8ウェイですね。8ウェイ、はい、はい、まあ、標準的なシートがついてます。そうです、はい、でフルレザーのシートですという感じですね。いや、いい感じです。でも、はい、十分な感じです、うん、で後ろは、まあ、前回乗ってますんで、そうですね、まあ、サイズ的なものは一緒なんでちょっと、はい、仕様だけちょっと見てみたいと思います、はい、よいしょ、こんな感じでございます。後ろもシックにまとまってますね。でちゃんとこの辺もカーボンのパネルがついてて、はい、いい感じじゃないでしょうか、うん、いや内装かっこいいですね。渋くてかっこいいですよね。派手さはないですけど、はい、はい、
そして綺麗ですね、この車。すごく綺麗ですね、はい、コンディションが非常にグッドです。抜群です、はい、でじゃあ念のためトランクもちょっと、はい、はい、で前回と違う点で、はい、これですね、投げ島とか引いてあるのと、はい、あとここの下によいしょこのラゲッジボックス、あ、え、ストレージボックスっていうんですかね、はい、え、これなんかかっこいいですね、はい、がついてます。分けて入れとけるんですね。そうですね。なるほど。で、はい、まあ、いつもやってますけど、はい、リアシートを倒すと分かるんですけど、はい、そのラゲッジ、トレイがついてるので、はい、ここが分かります。これ外れるんですよ、これが。あー、なるほど、はい、なので、はい、ここが平面下なんですけど、はい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 、一段高くなってます。あ、なるほど、はい、じゃあこれが丸ごとガバッと取れるんですか。そうです、そうです、はい、この不要となれば、はいはいはい、このボックスごと全て、なるほど、はい、外していきます。で、これもバラせますからね。バラして、あ、そうです、自分の好きなサイズにできる、できます。あ、なるほど、うん、じゃあなんかちょっと趣味のものを入れたりとか。そうですね、はい、工具入れたりとか。そうです、そうです、はい、このまま外せるんで。あ、なるほど、はい、これ便利だ。結構いろいろ使えそうですね。使えますね。そしてこれ地味に買ったら高そうですね。高いでしょうね、ポルシェですよね。そうだと思います。そしてこれ箱つけるとここがフラットになるんですね、うん、そう、こっち側がフラットになってます。あ、なるほど、はい、ちょっと積み込みやすくなる感じですかね、うん、若干いいと思います。そして前回と違って今回標準のサスペンションなんで、はい、こう上げ下げがない、ね、ないですね、はい、はい、で今回の車はエントリアンドドライブついてるんで、うん、ちょっと、はい、でロックもされると。そうです、はい、これ何気に便利ですよね。すごく、はい、もうポケットに入ってたまま全部できるんで。そうなんですよね。なるほど、うん、いや、いいですね、うん、はい、ちょっとボンネットも見てみたいと思います。はい、はい、よいしょ。3リッター。僕前回間違えたのはこっちと間違えました、うん、はい、え、何を間違えたの。前回3リッターって言って土方さんに、うん、いやいや 3.6 だよそうだっけ。それから3リッターはい、3リッター V6。 そうですね、はい、こんな感じです、うん、まあでも見た感じは変わらないですよね。同じ V6 ですからね。はい、はい、ほとんど一緒だと思います。なるほど、コンパクトによくできたエンジンだと思いますね。いや本当ですよね、うん、本当にギュッて詰まった感じで。そうですね、はい、もう本当に簡単ですけど、はい、よいしょ。これはいいですかね、はい、うん、はい、灯火に関してはあの前回、うん、灯火とあとマフラーの音、マフラーの音一応聞いておきます。あ、そうだね、 GTS だからやりましょうか、はいはい、ちょっと違う音がしそうなんで、うん、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、お願いします。これ今ノーマルです。はい、でスポーツエグゾーストオンで、ありがとうございます。ですね、ターボとの違いが僕には分からないです。あ、そうですか、うん、なんかもう全然違いが分からないぐらいパワフルな音してますね。してますね、はい、はい、もうちょっとなんか静かというかボリュームとか音質とか、うんうん、もうちょっと控えめかなと思ったら、はい、全然ターボに勇ましいですよ、音ね、はい、負けず劣らずなめちゃくちゃスポーティーなサウンドが、はい、そしてバルブ開けるとやっぱりすごいですね、音が、うん、低音がね、はい、パワフルな感じします。もうこの SUV からこの音がするかっていうぐらいの、うん、まあ、いい感じの音がしてます、うん、はい、今回ちょっと試乗も、うん、そうですね、はい、してみたいと思います、はい、うん、大丈夫です。ちょっと今日僕カメラマンします。はい、はい、でちょっと車はちょっと3密なんで、はい、はい、ちょっとマスク着用で、はい、はい、ちょっと一周回っていきたいと思います。はい、そうなんですよね、 Google マップ使えるんですよね。そうなんですよ、なんかもういい、ね、ナビの更新っていう概念がなくなりつつありますね。そうなんですよ、最近の車ね、はい、でも一番嬉しいのは、はい、いつでも最新ですからね。ああ、そうですね、そう、それが嬉しいですね、はい、やっぱりあれ道なき道を走ってるようなんていうのは遠い昔の話本当だよね、あったね、はい、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。ちょっと GTS の走りの実力は、はい、いかほどなのか、はい、はい、360馬力でしたっけ。そう、いやいやいや、え、
あ、そうです、ごめんなさい。ね、360馬力です、はい。で、ターボが400馬力です。はい、S が340ですね。40ですね。20馬力アップですよね、はい。そうです、はい。でも必要なものついてますよね、この車。ついてます。はい、なんかね、なんていうんですか、はい、大人っぽいですよね、装備の内容が。はい、すごく落ち着いてるし、はい、品があるし、はい、僕はすごく好きなんですよ。なるほど。うん、色も本当に絶妙な。はい。内装色と。そうですね。はい、じゃあ、足回りが今、はい、早速僕らが勝手にいじくりまして、はい、藤川さんだから、はいはい、スポーツプラスでいいだろうっていう、はい、カメラマンはトラクションコントロールもオフって言ってんじゃないですかって言ってたんですけど、オフってたよね。ダメだよ。ちょっと足回りはちょっと一応標準のに、はいはい、スポーツぐらいでいいですかね。あ、いいですよ。あ、これ連動して足回りのこのそうなんですね。うん、もう自動的に、はい、で個別でもできるんですか。できますね。はい、全然乗り心地いいっすね。いや、もう全然快適な SUV です。タイヤの厚み的なものもあるんですかね。それもありますよね。なるほど、うん、なのでこの乗り心地から考えると、はい、カスタマイズしてもらってちょっと大きめのホイール、はい、薄めのタイヤ、はい、いけちゃうんじゃないかな。なるほど、うん、全然大丈夫そうな。いや、もう全然 OK ですよ。そしてシートもすごく柔らかいですね。柔らかいですよね。そう、はい、高級車っぽいでしょ。なんかスポーツって感じではない。してないです。はい。だストレスはないですよね。長距離も OK な感じで。そうなんですよ。うん。なんかもっとスポーツに振ってる車かなと思いきや、意外や意外、ちょっとそういうグランドツーリング的なところも持ちつつ、そう。でも車はなんかもう、すごくスポーティーに作ってあったりとか。でね、はい、シートの話で、僕、はい、まあ、ポルシェ乗ったり、はい、お客様と話してるとき、はい、あと自分で感じ取ったとき、感じ取るんですけど、はい、やっぱりね、お尻と腰のクッションが硬いんですよ。はいはいはい。なんか分かります、はい、この辺は柔らかいんですけど、はいはい、横のこのサイドサポートとかすごく柔らかい、ね、そうなんですけど、お尻のところと腰、はい、ここだけは結構硬いんですよ、はい、しっかり支えてる。そう、これはね、Q5 とも違います。はい、うん、いや本当まるで別の車っすね。いや、もう全く共通してるとは思えない、はいはい、ね、って言っても過言じゃないと僕は思いますね。いろいろなんか調べれば調べるほど、うん、なんかやっぱり Q5 と全然違うなっていう。そうですね。だから、まあ、なんか本当ベースとしては使っているけども、はい、作り直してる勢いですよね。うん、そんな感じですよね。うん、なんか何かにつけてこう Q5 が出てきたりするんですけど、はい、はい、全く別物です。全然別物として考えた方が、う、うん、はい、しっくりきます。お、その通り。いや、静かだし、うん、びっくりするぐらい静かですね。ね、はい、乗り心地いいし、うん、だから、はい、女性オーナーも多いんでしょうね。あ、そうなんですか。そう、女性オーナーというか、やっぱりご夫婦で、どちらかというとご主人は週末なので、はい、運転するけど、はい、メイン、はい、日々ウィークデーは奥様が買い物だったり、はい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 、お子様の送り迎えだったりとか、はい、っていうのを普通に使ってますからね。なるほど、サイズ的にも。そうなんですよ、はい、乗り心地的にもやっぱり、はい、女性の方にもおすすめという、うん、なるほど。高すぎないこの車高も、はいはいはい、ほどほど見晴らしいですしね、はい、すごく楽かなと思います。確かにちょっとこれ以上高いと女性の方だとそうちょっと乗り降りも大変だし、ね、はい、うん、子供乗せたりとかも大変になっちゃいますから、ね、そうだと思います。これマカンって、うん、あれ去年でしたっけ、マイチェンしたのが。そうですね。どうなんですか、これ前期、この車も前期じゃない、うん、マイチェン前じゃないですか、うん。これ市場に結構出てきてるんですよ。そこそこ出てきてます。あ、やっぱり、うん、乗り換えの需要も割とあるんですね。そうでしょうね。じゃあ逆に、今選び放題というか。うん。はい、マカンという車としては多いと思います。はい、なるほど。GTS、はい、あとターボ。はい、これもそこそこ台数多いですね。はい、なるほど。ただ、はい、いつもツッチ一緒に喋るように、はい、これついててほしいっていうオプションを、3つでも4つでも、100% 満たされる中古車ってなかなかないんですよ。ああ、なるほど。はい。サンルーフとかついてたら、はい、まあラッキーぐらいにしか皆さん SUV なんで、はいはい、屋根高いんで必要ないって言うんですけど、はい、でもやっぱりポルス、それはサンルーフはもうついてればラッキーぐらいでいいと思うんですけど、はい、やっぱりポルシェというスポーツカーブランドとしてはやっぱり、はい、スポーツクロノだったり、はい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 、このスポーツエグゾーストだったり、はいはい、
この辺は人気のオプションもしっかりついててほしいぞっていうところですね。そうなんですよ。でその辺も厳選して仕入れてますからね。そうなんですよ、はい、なので何がねついてるかっていうのはやっぱりこだわっていく必要が逆にあると思います、はい、うん、初めて本当にポルシェ買う方でも、うん、本当に安心してというか自信を持ってお勧めできます、ね、うん、できますできます、はい、なかなか、うわー、早いっすね。もう十分でしょうね。早いっすね。このボディで360馬力あったら十分ですよ。早い、はい、いや今びっくりしました。早い、はい、まあ毎回のお話になりますけど、はい、何馬力何馬力っていうのもありますけど、はいはい、でもその体感だったり、確かに確かに確かに、音の心地よさだったり、はいはい、いろんなことじゃないですか。そうです、ね、早いな、はい、気持ちいいなっていうのは、はいはい、そうですね。そう、その辺のバランスがこれはすごい、はい、そう、バランスがポルシェっていうメーカーは上手なんでしょうね、はい、なるほど、そう思います。いや、これこの車高で今の加速って言ったらもう十分を通り越してましたよ。そうですよね、はい、もう最初のに馬力の話してすいませんって感じです、はい、これは早い。そして音もめちゃめちゃいい音してましたね。回した時の、はい、スポーツカーみたいな音がしてますから、すごい。ちょっとスポーツプラスにして、はいはい、ね、これはいいっすよ。この車は、わあ、パドレですか。はい、スポーツカーじゃないですか。え、スポーツカーじゃないですか。もう早いでしょ。はい、すごいよね。いいっすね。うん、もう本当にポルシェオプションいろいろあるから大変ですよね。うん、大変です。本当に新車でもし買うんであれば、よほど勉強するか、うん、よほど精通した人とご相談して決めるかしないと。うん、そう、はい。細かいですからね。ですよね。あるあるが。はい、C と E の入れた、レザー張りの内装にした、はい、あれにした、これにした、はい、ね、すごい高価なオプション入れた、はい、来てみたら、あれこれシートヒーターないけど、みたいな。そうなんですよ。ちょっと、はい、え、そこ忘れちゃいますみたいな感じになっちゃうんで。シートヒーターも、はい、ついてます。なるほど。うわぁ、早っ、はい、早いっすよ。これでも、はい、制限速度です。うわ、すごい。めちゃめちゃいい音してますね、これ。します。いいですよね。いいっすね、これ。しっかりレーダーも反応してくれます。はい。内装もなんかいい感じ。本当外出すと黒じゃないっすね。ね、はい、違いますよ。グレー、チャコールみたいな。チャコールとか、はい、中間色。そうですね。いや、乗り心地いいっす、本当に。ね。はい。しかも今これ。スポーツプラスにしてるのにね、はい、ちょっと普通に戻してみましょう。はい、うん、でスポエキも今振りました。はい、じゃあシフトもオートマモードで、はい、ほら、あ、もっと乗り心地いいわ、はい、もう本当にジェントルな感じで笑っちゃいますね。ナビも、はい、いや、いいっすね。快適です。この50キロぐらいの速度快適ですね。これ快適です。超高級車に乗ってみたいですよ。すごく乗り心地すごいいいっすね。はい、なんか意外とワクワクしますね。そうですね、はい、なんかこうこの間の C43 もそうですけど、うん、なんかこう中間の車って本当にちょうどいいっすね。そうですね。なんかこう本当に最上級のとか振り切れちゃってるモデルの楽しさももちろんあるんですけど、うん、中間のモデルでこうどっちにもこういけますよっていう。そうですね、はい、でもたまたまこの、はい、なんていうんですか、2本連続で、はい、今回はマカンの GTS じゃないですか、はいはいはい、で前回 C43 かぶり折れじゃないですか、はい、でどちらも元のモデルからスポーツ色強く、はい、なんていうのかな、こう行き過ぎてない。はいはい、で、マカンで言えば、はい、ターボよりは下ですけど、はいはい、S よりは明らかに上みたいな。はいはい、で、C43 で言えば、はい、で、C クラスかぶり折れ、はい、もしくは C250 とかよりは明らかに上だけど、はい、63ほどじゃないみたいな。はい、なんか、いいとこ取りっていうんですかね。はい、ちょうど美味しいのを2本立て付けに僕と土乗ってますね。いや、本当にバランス取れてますよ、これも。すごくいいです。
結構僕もその今回来る前に、はい、そのレビューとかいろいろ見たんですけど、はい、やっぱり GTS はちょうどいいっていうのはみんな書かれてました、ね、ターボほどはあれなんだよなっていう人にはもう本当にちょうどいい、うん、そうですね、はい、でもその意味が分かりました、うん、まあ、本当にその辺は個人差ありますけどね、はい、そうですね、例えば加速とかなんかその、はい、室内のこの車の作りとかにもありますけど、うんうん、多分多くの方がちょうどいいんじゃないかな、いやちょうどいいんだと思いますよ、はいはい、車変わっちゃいますけど、はい、やっぱりカイエンも GTS 中古車市場では一番人気ですし、はい、あ、そうなんですね、そうなんですよ、はい、なのでやっぱりポルシェの、はいはい、いい意味で、はい、こうパワーを必要としないって言ったらおかしいですけど、とんがる必要はないけど、はい、トータルバランスでものすごく高いレベルっていう車を実現しているのが GTS っていうグレードかもしれないですね、まあ、あと多分価格とのバランス的なものもあるんですね、もちろんありますね、はい、いいな、僕車欲しい病なんですけど決められないです、そうですよね、車両紹介すると、いや僕もいいじゃん、いいじゃん、僕も車欲しい病なんですけどあの車屋あるあるで、はい、どん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 いろんな車見るから、はい、いろんな車欲しくなっちゃって、いや本当ですよね、うん、ありますこれは、そうなんですよ、なんか SUV 性能もなんか意外や意外めちゃくちゃ高いんですよね、うん、高いんですよね、なんかカイエン譲りのってそれも書いてありました、う、うん、え、この車でと思ったんですけど、うん、それはあれなんですかね、アウディのこう四駆の技術とか多少やっぱり入ってるんですか、いやもちろん入ってると思いますね、うん、あとはベースの考え方がアウディだったりしますけど、はい、そこをこうスポーツカーフィーリングとか、はい、走りを楽しませてくれるセッティングに絶妙に変えていくのがポルシェ流でしょうね、なるほど、うん、意外にこのめちゃくちゃ短いオーバーハングと、はいはい、でなんか SUV 性能が侮れないって、うん、そうですね、まあ別にこれでね、はい、ガンガン飛ばすわけじゃないですけど、ちょっと走って首都高みたいにこううねってるようなところだと、はい、旋回性能って差が結構分かりやすいじゃないですか、あ、なるほど、で僕らみたいに毎回毎回違う車乗ってると、はい、まあ、当然仕事ですから当たり前なんですけど、はい、あ、この車はこういう雰囲気だな、こうだな、ああだなってね、思うじゃないですか、はい、フェラーリはこうだとか、はい、ベントレーはこうだとか、はい、ポルシェってそのトータルでとんがってないんですけど、はい、なんか安心なんですよね、いや乗り心地いいですいいです、はい、今のゾタバタってなったとこも全然ね、はい、いなしてくれる感じで、うん、いや色いいっすよ、うん、アゲートグレーってさ、はい、僕さっきも言ったけどケーマンでもボクサーでもうちシリルと必ず即売れだよ、はい、探してました、待ってました、絶対言われるの、初めて見ましたよ本当、はい、なんか本当にみんながガンメタガンメタっていうのって実際は、はい、グレーメタリックだったりグラファイトだったりするじゃないですか、ガンメタルってもうちょっとチャイが入ってる感じ、はいはいはい、だからこれが本来僕ら古い人間にしてみたらこれガンメタじゃないっていう感じですよね、なるほど、うん、色かっこいいっすよね、かっこいい、名古屋店に会った時も言ってましたもんみんな、あ、本当、うん、うわこれ色かっこいいなっつって、うん、うん、ボンド割と変な色好きですから、うん希少色多いっすよね、そう、ありがとうございます、とんでもないです、そして毎回ちょっとこう話しながらするとこう楽しくなっちゃって車の紹介をただの伊地川さんとのドライブになるっていう、はい、ありがとうございます、はい、はいはい、で伊地川さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もしいじるとすれば、はい、途中で言っちゃいましたけど、そうだね、はい、土言ってたけど、はい、ホイールかっこいいんですけど、はい、どうせだったらこの厚みをもうちょっと薄くしたいのと、ね、ちょっと出づら調整したいじゃないですか、はい、でそこまでやったらちょっと車高としたいんで、あ、なるほど、足回りベースでいじりたいなと、はいはい、僕は思います、足だけやればかなり決まりそう、いや相当決まると思いますよ、はい、あとはお好みでこの辺のグロスブロックブラックペイントとか、ね、うん、はい、ちょっと素地のパーツを塗ったりするともうちょっと高級感が出たり、全然変わってきますね、はいはい、でもっと激しくやるんであれば、うん、前回のターボみたいにもうテックアウトのやるキットつけたりとかっていうのもできますんで、うん、もうぜひやりたいです何なりとご相談いただければ、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりマカン GTS をご紹介させていただきました、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。